はい、アローラちちちゃです。それではイリマの試練が終わったところからスタートしていきたいと思います。あ、ジェットクリスタル。なるほど、それがジェットクリスタルか。アローラの不思議ジェットクリスタルは試練を乗り越え手に入れるのだな。あー、カクカクしてる。科学力で解決する俺らと違って自分の力で解決とは立派だと言えるかもしれない。私アマモ、あなたはすごいよね。何が？確かこういう時アローラというのだな。俺はダルスだ。アマモちゃんとダルスくん、あのね、私たちウルトラ調査隊なの。あなたの使っていたボール、それってすごい科学だよね。私たちも真似してみるね。真似しようと思ってできるものなのか。ジェットクリスタルとかオーラとか調べてるの。じゃあまたね。あー、出た、カクカクアローラ。怪しい。あの二人は結局何を調査してるんだろう。はい、キャプテンのイリマです。島のあちこちにはキャプテンミニゲートがあります。ミニゲートの先には手強いポケモンがいます。強いトレーナーと一緒なら誰でも通れるのですが、島巡りに参加している者は試練をこなすことで通れます。いいですか、キャプテンマジック。完全に手動。マジックってなんだろう。ほら、世界が広がりましたよ。メレメレ島にいるキャプテンは僕一人、つまり試練も一つです。試練を終えたことを島キング原さんに報告しておいてくださいね。博士。おー、ぼっち。イリマの顔を見るに試練達成かな。では僕からのプレゼントだ。Z パワーについてお教えしよう。バッグの Z クリスタルポケットから効果のある Z クリスタルを選ぶ。次に選んだ Z クリスタルをポケモンに使うんだぜ。 Z クリスタルと同じタイプの技を覚えているのが効果ありだ。ポケモンに Z クリスタルを持たせると勝負で Z パワーを使えるぜ。ちなみに Z クリスタルは何度使ってもなくならないからね。私ノーマルタイプのポケモン使ってないからな。ノーマル Z そんなに使う頻度多くないかも。ファイト、そしてノーマル Z を持たせてノーマルタイプの技を使えば Z パワーが使える。さあ見てごらん。でもイワンコって岩タイプだからマッチはしてないんだよね。タイプ1ではない。それでも強いだろうけど。ウルトラダッシュアタック。この足が動いてないやつ。ビューン。ふぅ、トレーナーの思いをポケモンに重ねる。 Z パワーはくたびれるね。一回の勝負で一度使うのが精一杯だぜ。博士の浮かない感じはそれだけが理由でしょうか。ああ、ドアスレしていた。あれなんだ、3番道路でリーリーへとはぐれてしまってね。それを忘れてたの。では僕も心当たりを調べてみますね。あ、手分けして探すとしよう。Z クリスタルとか使ってる場合じゃない。さあ、リーリーさんどこにいる。空飛ぶポケモンにご注意を。この影かな。おお、この影にぶつかるとポケモンとの戦闘になるんだ。
だから追いかけていこう。トレーナーもいるけど、先にリーリーを、おどりどり。いました、リーリー。星雲ちゃん、無茶しないで。どうしたの？あ、ぼっちさん。星雲ちゃん、バッグから飛び出しちゃって。あ、ほんとだ。あ、洞窟の中入ってくよ。どうして洞窟に？釣り橋でひどい目にあったのに、あの子ったら。野生のポケモンさんが出てきても戦える技はないのに。あ、じゃあちょっと、探しに行くか。ポケモンを鍛えるなら経験ポンだろうと、お役に立つろと。あ、経験積めた。はぁ、そんな効果もあるんだな。彼女すぐに消えるんです。気になると体が勝手に動くタイプの人かな。彼女、彼女。ネットボール。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いいな、経験値入りやすいのはいいな。鼻抜けの紐。ひゅい。ほら、帰るよ。へい、追いかけっこくたびれたよ。あ、アローラの人、こんなところでも出会うんだ。はしゃぐな、アマモン。俺らが今確かめたいことはただ一つ。そいつをお前が守れるか知りたい。ん？あれ、トレーナーじゃないんじゃなかったっけ？調査隊のダルスが勝負を仕掛けてきた。あれ、トレーナーじゃないって言ってたのに。トリミアン、ウルトラボール使ってるよ。あ、ウルトラボールだったね。もしかして本当にモンスターボール作ったのかな。うーん、砂かかった。いの、へいへい、オッケー、ナイス救助。あ、めっちゃ経験値もらえた。理解できない。めっちゃ汚れてる。あ、これじゃないか。めっちゃ汚れるな。おにぎり食べてさ、ご飯粒つくのまではわかるけど、おにぎり食べておにぎりがついてるレベルで汚れてる。なるほど、今のがポケモン勝負。いろいろと調べていたが、やってみると大違いだな。とはいえ、作ってみたボールも問題なく動作してアローラのポケモンを捕獲できた。いや、そうじゃない、お前の強さは勝った。ねえねえ、ダルスどうするの？そいつは危険を感じるとワープする。星組ちゃんのことかな。その時開ける穴から危険な連中を招きかねないのだ。だがお前のようなトレーナーがそばにいれば大丈夫だろう。じゃあ、あのお姉ちゃんは？あちらとこちらが不用意に繋がらなければ、俺らの調査には関係ない。行くぞ、アマモン。違う世界の人なのかな。ウルトラボールも使ってたし。ピュー、謎が深まる。もう。ひゅ？ポッチさん、ありがとうございます。ね、ヒントさんもありがとう。元気にいたしますね。本で読んだんですが、おどりどりというポケモンさんは、吸った花の蜜によって姿が変わるそうですね。進化と異なり、フォルムチェンジというそうです。キュン。星雲ちゃん、バックに戻ってください。
人が少ないからってはしゃぎすぎですよ、もう。では行きましょうか。博士も心配しています。ポッチ、あ、リーリエいた。ハウさんはどうして？試練をこなしたからさ。ポッチ、いきなりだけどどれだけ強くなったか確かめさせて。いきなりだな。でもハウはモクロをボールから出してポケットモンスター金銀みたいに連れ歩いてるね。いいな、私もそうしたい。モクロ、かわいい。まだ進化はしてないやな。それではちょっと失礼して、炎の牙、へい、オッケー、レベル15。ギガ落としは欲しいよね。どうしよう、ハッピータイムかな。お金が倍になってもしょうがないし、ハッピータイムでいいや。2のポカン、オッケー。オンバット、オンバット。じゃあちょっとたまには違うのを使おうか。コイル、へい。じゃあ電気ショック、よし、半分いた。ちょんぱ、電気ショック、やっぱこんなの強いよね。だいぶ確率が減ったとはいえ。レベル20、ピカチュウ。じゃあ言わんこ。せっかくだから Z クリスタル使ってみようと思います。うん、かわいい。あ、仲良くされちゃった。黒いんだろうね。やっぱ別の世界なのかな。それがすごい気になる。ポケットモンスター3のとこと別の世界、パラレルワールドみたいなやつなのかな。うわー、早くストーリー進めよう。めっちゃ気になる、本当に気になる。いや、私100。みんなレベル上がるわ。やっぱ学習装置って便利だね。ふぅ、ポケモンたちのいいところもっともっと見せたかった。いよ、これ麻痺、戦闘後に麻痺とか毒とか治せるの本当にいいよね。なんとか治し系全く必要ない。まあ、戦闘中になった時治したい時はもちろんいるけど。主に勝ってもぼっちも俺も強くなってるよね。このまま流れに乗ってじいちゃんに勝つぞ。おお、さすがぼっち、リーレを見つけてくれて感謝してるぜ。ハウも試練達成おめでとう。いい技を出したんだろ。ひぃ、モクロウのおかげだよ。
これは原さんも嬉しい悲鳴だね。どういうことでしょうか。試練をこなせば次は島キングと戦うんだよ。そう、島キングと戦い、その名も大試練。技の研究をしている僕からすれば興奮のポケモン勝負が続くわけだ。いやいや、おーし、目指すぜリリータン。追い風吹かせて3番道路を下ろうぜ。こっちの方が早いのかな。お、あのおじさん何にしてんだろう。お、島巡りだね。おじさんも昔やってた。ちょっとこっちへ来てごらん。怪しい。お、虹だ。虹を見ながら旅の無事を祈るとね。いいことがあるんだ。いいこと、なんだろう。これは雨上がりの虹ではないが、効果はあるじゃろう。お前さんの旅でいいことがあるように虹に祈っておくよ。ありがとう。効果切れちゃった。いいことじゃないことが起こってしまいましたが、今回は以上にさせていただきます。次回はリリータウンに行って大試練挑戦したいと思います。またね、バイバーイ。